はい、こんにちは、パヤです。今日はゴールデンカムイのグッズを買ったので開封をしていきたいなと思います。池袋の、駅に遊びに、たまたま通ったんだけど、そしたらちょうどゴールデンカムイポップアップストア in 池袋スキマストアっていうのがやってたので、ちょっといくつかグッズを買いました。と、新商品を含めて関連商品を2200円以上ご購入でポストカード1枚もらえるとのことでもらってきました。こちらです。ででーん、かわいいね。アスリパさんと杉本と、あ、お前白石だろ、龍と谷垣源次郎ちゃんとチカパシとエノノカと小糸醤油と月島軍曹がおります。イエーイ。裏面はこんな感じですね。やったー、嬉しい。飾っときます。私は4個商品を買いました。1つ目がてってるー、ウッドクリップ。クリップね、ウッドクリップは初めて買うの。開けてみます。うわ、木だ、こんな感じ。すごい、ミニキャラが可愛くてね、買っちゃったよ。ウッドクリップだって。めっちゃいいやん。すごいね、印刷が綺麗ですね。綺麗。この側面こんなで、クリップにもなるし、ピン持ちできるみたいな。めっちゃ可愛い。印刷がすごい綺麗だ。ほら。いや、可愛いですね。よきよき。同じ絵柄のラバーストラップと、ちょっと絵柄違いの、プリズムバッジを買いました。で、最後新商品とのことで、こちら1個だけ買ってきました。開けていきます。先にプリズムバッジ開けていこうかな。いきます、せーの、チュチュルー、チカパシでーす。リュウもいる。めっちゃかわいい。すごいキラキラしてて、めっちゃ薄い。ピンもついてるね。すごいね、すごいキラキラしてる。ダイヤの形だ。プリズムという名にふさわしくプリズムしております。プリズム、あ、勃起だね。すごい勃起です。次はラバーストラップコレクションボリューム 1.1 ラインナップがシュッシュです。ではいきます、せーの、ドン。あ、せーの、ドン。土方歳三、かっこよすぎる。ちょっと開けますね。てってるー、土方歳三のラバーストラップが出ました。かわいい、めっちゃかわいい。私、土方歳三出がち。かわいい、すごいかわいい、超かわいい、超かわいい、超かわいい。ほら、前も土方歳三だったの。カフェ行った時も、コースターもね、土方歳三出たし、かっこいい。もうさ、若かりし頃もかっこいいしさ、今もかっこいいね。こんなおじいちゃんになりたい。いや、おばあちゃんか。私はかわいいです。素敵で、最後はね、新商品のアクリルキーホルダーだね。全10種は参ります。いくよ、せーの、ドン。杉本は潮を引いたぞ。杉本です。こんな感じ。わー、杉本さえち、やったー、かっこいい。なんかね、クリアファイ
ルも多分既存品で売ってたと思う、売ってたんだよね、私がいた時は。そこにもね、なんとね、帽子を脱いでた杉本だったの。あ、珍しいと思ってガン見しちゃったけど、すごい素敵、かっこいい、マジかっこいい、ほんとかっこいい。あ、マフラー蝶々結びにしてる、かわいい、おしゃれすぎ、なんかかわいいね、なんか短い蝶ネクタイっぽくなっててかわいい、かわいい、マフラーがこんな短かったか、蝶ネクタイめっちゃ固く結んでんのかな、ここで1回結んで玉結び、2回玉結び、3回蝶々結びみたいな感じで、だっていつもたなびいてるもんね、マフラー。それがこれは短いタイプのマフラーもお持ちなのだろうか、素敵。いやー、このもう好き、この手力、なんかさ、力強さがもうここからもにじみ出ている、もうさ、やだー、やば、かっこよすぎる、ピカピカ、帽子が美しい、あーもう銃になりたいくらい好き、この杉本が使う銃になって共にボロボロになって死にたい、かっこいい、素敵です。こんな感じでした。お店自体はね、ほんとちっちゃいワゴンで、なんかね、普通に歩いてたら見逃しちゃうと思う、本当に。あの、私も一瞬後ろから私は来て、で、あ、ゴールデンカムイのポスター、あっ、って感じで見つけたのから、本当にね、普通に歩いてたらね、気づかんくらいのちっちゃいワゴンだね。で、そこにね、ちっちゃいミニスタンディが飾ってありました。すごいね、可愛かったね。なこの杉本とアシリパさんと白石 のイラストを使ったアクリルスタンドとかもあったね。でね、なんでかね、キャラの並びがね、すごい面白い並びで、真ん中にチンポ先生がいたんだよね。もうなんかね、チンポ先生がこの主人公かなってくらい手前にいて、本当に面白かった。なんかチンポ先生の物語みたいな、なんか主人公みたいな感じだったよね、チンポ先生が。いやー、面白かったな。なんか杉本いっちゃん端っこだしね、もうちょっとしたイケメンキャラみたいな感じで、チンポ先生と愉快な仲間たちみたいな感じで、本当に面白かった可愛かったな。で、開催期間は11月8日でもうすぐ終わっちゃうので、もし池袋寄る方いたらちょっと 見てみてください。で、本当ね、お金づらいから、なんか地図貼っとくわ、ここぜひ行ってみてください。はい、じゃあ今日はここまで。ペアでしたー。